はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。クーパンズレッド始めていきましょう。さて、うまいもん食えるといいけどな。これでも軍事施設よ。期待しない方がいいわ。病院食よりはマシな程度ね。覚悟しておきなさい。うおー、バイキングじゃん。豪勢。ストーリーの続きですね。上手に。美味しそう。めっちゃ簡単やんけ。東条、お前が意味があることを言う日は来るのか。惜しかった。どこがだよ。全然だよ。すげえごちそうだよ。おいおい、これとこれ足したらハンバーグカレーになるぞ。はい、すげえテンション上がる。ノータリンなんは相変わらずやな。はあ、自分の愚かさに気づいてへんアホに教えたるわ。カレーだとどうしてもやっぱりね。ええか、時間の縛りっていうのがあるからね。カレーはお腹をいっぱいにするためのトラップやで。ゲームだとこういうのできるから、やっぱりそこまでダーマイの良さが発揮できるよな。年内もそうや。次刀削麺食おうとしてたよ。神様の失敗ってそれだと思うよな。知らないのかよ。片手に生地、片手に包丁を持って湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中に削ぎ落として茹でるやつだよ。アホか、な珍しい麺料理置いとるか。それにな、そんなん相手の思うつぼやで。その相手って誰だよ。私らは何と戦ってんだよ。最初はな、こうやって一つの料理につき一口分だけを持ってくんや。こんな風にな。この盛り付けを見たらな、店側は真っ青や。ここ店じゃないからな。何この軽さにこだわった生地と濃厚なクリームのハーモニー。いきなりロールケーキ食ってんのかよ。これパン飯だからな。この飯しっかり味がしゅんでる。今度はいきなり実家っぽいよ。それとお前もやっぱボケだからな、自覚しろ。なんだってあるじゃないか。もしかして私らすげえ特待生なんじゃ。この不自然なまでの艦隊ぶり、裏があるとは思わないの。私売れっ子ロッカーだったし。なら相応のもてなしね。いただきましょう。不思議に思え。疑い続けろ、一般人か。と叫び散らしてる泉だって、さっきから腹の虫が鳴ってんの聞こえてんだぜ。私の耳は特別なのさ。そりゃ腹が減っては戦はできぬ。だからな、私だって食べるよ。私が選んでやるよ、はい、これとこれとこれとこれ合わせてみろよ。あらゆる足が生えた生き物丼になるぞ。いやだよ、なんかトラウマになりそうだよ。その時の彼女たちは知る由もなかった。この中の一人が本当もういなくなること。ん、なんかナレーションが聞こえたような。しかも超不吉な。誰が言ったんだ。ホレリ。うん、じゃあ諜報員。違うわ。おたまさん驚かすなよ、あんな声出るのかよ。違います。じゃあ誰だって言うんだよ。今の声が誰のものでもないなら一つだけ可能性が思いつくわ。なんだよ。結構年配の声だったよね。もう一人の招かれざる客人。なんだってんだよ。座敷わらし。妖怪の存在を信じるな、諜報員。他に何が考えられるの。とりあえず妖怪は考えられないから。ならお手上げ。全く見当もつかないわ。まあね、ほんと使えないな。後でわかるのかもしれない。このナビが喋ったとかは。どんな人間のような発生機関があるように見えるか。 AI はすごいぞ、進化ね。お話できたらいいのにね。進化、まあ、
なんか強制的にストーリー進みますね。メニューとか選べないんだ。あの制服は後を追ってみよう。追いましょう。おや、お前は確か研究者かやもりとか言ったか。尾行ついでに研究棟の中までつけてくるとは、よほど気に入られたものだな。私は樋口聖花、セラフを研究している。そしてここはその最前線となっている科学技術研究所だ。扱えるのかな。近いうちお前らは私の手のひらで踊ることになる。すごいな。何、研究の内容が知りたい？いいだろう、隠すようなもんでもないしな。凡人にも分かるように言うと、スパコンによるセラフマッチングシステムだよ。分からねえ。そこの検査台に立って目を閉じて深く息をする。お前はすでに会ったことがあるやつもいるだろう。意識の根底に眠っているだけ。さあ思い出せ。深く息を吐きながら思い出せ。ただ忘れているだけ。そうだ、思い出せ。スタイルを入手できます。ガチャ。まあここでプロローグ終了なのか。とりあえずこれチュートリアルガチャで SS1 体。そうするとなんか出てくる。お、なんだこれ、ホワイトタイガー。なんだこれ、100個。レイジングビースト、技なのかこれ。いや、これもしかしたら縛りかもしれない。未来は見えたか。電子軍人手帳でも体験できるようにしてやろう。暇な時にでも眺めてみるといい。なるほど。とりあえず舞台編成を一度やったってことだよな。はあ、いい湯だった。風呂も温泉みたいで最高じゃん。コーヒー牛乳まであるし完璧ね。ふう、風呂上がりだと暑い。ならそんな重ね着しまくってるマント脱げよ。それは違う。何がだよ、きっと私が言ってることの方が合ってるよ。おかしい。なんだよ。ねえ、みんなもおかしいと思わない？そりゃ思うだろうけど、うん、あなたも気づいていたの。ああ、卓球するところがない。ですよね。そう、温泉宿にはつきものなのにね。絶対おかしいよ。コーヒー牛乳いただこうっと。お前の抱いた疑問はそれであっていたのか、情報員。名前だったらこういう長いになるよな。私？そうだよ、何がおかしいと思ったんだよ。卓球するところがないことじゃないだろ。そうなのだけど、大したことじゃなかったわ。まあ実際大したことないんだろうけどさ、言いかけてやめられるのすげえ気になるから最後まで言えよ。何だったかしら。そうだ、ねえみんな、おかしいと思わない？何？大したことじゃないだろうけど、聞いてやろう。言ってみろ。ここに来て一度も男の人に会ってない。設定です。あれ？
男は死滅しました。すっごい重要な疑問だった。そもそも軍なのよ。どうしてみんな揃って女性なの？え、美少女。そんなん簡単な話や。なんだよ。うちらの才能が男に勝っとんのや、うん、なるほど。私たちも捨てたもんじゃないわね。腑に落ちるな。誰も気づいていない情報員っぽい疑問を呈して、そこまではよくできましただったのに。じゃあどうしてだって言うんだよ、ユッキー。なんだよそのユッキーって。泉ユキなんだろ。いいじゃんユッキーで。ニックネームってことか。いや、そう、私のことはルカでいいよ。バランス悪い。なんだよ、私ら友達みてえじゃん。最初に話しかけてきたのはそっちじゃねえかよ。そうだったな。話を戻していい？お前に言われるとは思わなかった。ひどく哀れな気分だ。どうして女子しかいないかって？男子宿舎と分かれているだけなのでは？入隊日すら男子と分けられてるっていうの？そう、いや、あの場にも男子はいなかったな。米軍ではずっと昔から同じよ。分けることの方がセクシャルアサルトとなり批判の的となるわ。果たして世界が許すかしら。今のお前すごく情報員っぽいよ。それを維持し続けろよ。じゃあ何だって言うんだよ。考えられる可能性が一つだけある。それだ、来いよ。確信ついて来いよ。私たち6人はアイドル的に地球を守る的な。どっかに引っかかってない？マクロス？やっぱりアホだった。その可能性だけはあれへんわ。うちは黙っとったら美少女やけど、そっちのロッカーさんは首の下から足の先までど田舎の芋娘丸出しやで。顔がイケてんのは認めるんだな。まあ明日から訓練も始まるんだし、月見て教官にでも聞いてみたらわかるだろう。そんな簡単に口は割らないと思うけどな、うん、寝るのも6人でか。同じ天井見上げてさ、修学旅行みたいだな。ふん、恋バナでもするんか。パジャマ姿。そんな思い出あったっけかな。すごく遠くに感じる。こんな時代だものね。ずっと一人で寝ていたから、こんなの初めてです。お前、帽子かぶったまま寝るのか。それは体の一部で外れないのか。起きてもかぶってたら奇跡だと褒めたたえたいくらいだ。あ、いいこと思いついた。ナービー枕にしたらめっちゃ寝心地いいんじゃね。ダメ。ちょっとぐらいいいじゃんよ。存在に扱うなって言われてたろ。それに朝めっちゃ早いんだから、おとなしく寝ろよ。はいはい。やれやれな一日だったな。朝目覚めるたびに一人ずつ消えている。そんなゲームがこれから始まる。え、そんなゲームが始まるの？ユッキー、お前が一番うるさいからな。いい加減寝ろよ。今のセリフ聞いてよく平然と寝られるな。みんな寝てるし、誰かの寝言だろ。いろんな意味で怖い。何が始まるんだよこれから一体。これでプロローグ終了ってことか。とりあえず一旦します。とりあえず DL しないといけないな。はい、本格的に始まりましたね。データダウンロードが済みまして、ここから再開です。朝ですね。猫。
でガチャを引いてみる。そうすると、ん、あ、ここは別にどれでもいいのか。あ、とりあえずスタートアップガチャを引きましょう。14回まで引きますね。1日1回。なんだこれ、先生 S ってどのぐらいなんだろう。私は三一 F の柳美代。あ、執事か。部隊長ですが、同部隊の丸山彼方様に仕える執事。あべこべに移るでしょうが、軍は冷静な判断をしたものです。私は強い。1日1回ですよね、ガチャチケットは。そして、今無償が3000あるんで、これ31部隊限定ですね。あ、これもスカウトガチャチケットも1回引ける。10回ガチャになるんだこれ。さあ来ますよ。なんか宮瀬すもも、おお、騎士ですね。これもまたホワイトタイガーの SS。ビャッコ A か。お、式アイリン・デドメイン、なんだこれ。このキャラクターよくわからん。菅原チーム A。 31B、 ニナセスモモニャ。何か用かにゃ。もうどっか行くにゃ。さもないと怖い怖い。やっちまうにゃ。あたいは 31E の大島よずは、よろしくと言いたいとこ。はい、 31D の二階堂美里だ。キッシー、よろしく頼む。いいな、かわいいな。5番は宇宙だ。その上を無人に勝ってきたこの私にとってキャンサーなどゴミ同然だ。キャンサー敵ね。無に帰しよう。頑張ってもらいたい。部隊長ですね。さ、確か31。僕は 31E の大島みのりさ。ご入り用のものがあれば何でもいつでも届けるよ。もちろん戦力もね。今後ともごひいきに。楽しみ。31F の花村式だ。指揮者なのに指揮される側になろうとはな。だが戦場というステージで一番セラフをうまく奏でるのはこの私だ。私は 31X のアイリーン・レドメインです。この名探偵がどんな謎でも QED してみせましょう。サンマルジーの菅原知恵ですわ。見ての通り、ロリータを愛してますわ。気安く触ってくるんじゃないわよ。ありがとうございます。ブレンド S、 はじめましてでござる。最後拙者は 31C の神崎アーデルハイド。忍者でござる。忍者なのにドイツ出身という設定が渋滞したキャラでござるよ。そう、自分で言うか。ということで、これが、これらを引きました。もう、そして、
これも引きましょうかね。新衣装。新衣装は結構汎用性が低いからな。ピックアッププラチナガチャでいいと思う。上位はこれか。セス確定チケットみたいなの。これ誰が交換できるかとか書いてないな。まあこれでいきますか。とりあえずガチャである程度戦力を確保しといて。S が S かな。タマ来た。 S が3人ですね。お、何？なんか化けた。 SS？ いや S か。いやまた白子。お、これを化ける。おーすごい。がでも S か。これ S かな。お、いや、エロい。スフルハレーラー。うん。登場人物が多いですからね。で、S の、お、SS になる？これ。私が輝くためのランウェイ。モデルですね、これ。大島ニーナって言うんだ、これ。ニーナだろうな。センス。うん。はじめまして、 31B の青井エリカです。よろしくお願いします。私 31E の大島ムーアって言うんだよ。考えるより先に体が動いちゃうタイプだけど、よろしくね。特技ってほどじゃないけど、とにかく走るのが好きなんだ。そうなんだ。ランニング中に見かけたら声をかけてね。あー、そうか。ド M か。ド M アスリート。私は 31E の大島いすず。怪しい。匂う。至るところが。どうだい？いろんな秘密を一緒に暴いてみないかい？俺は 31X のマリア・デ・アンジェリス。気安く俺を呼ぶなよ。殺すぞ、日本人。 31E の大島一子です。よろしくお願いします。成り上がりを目指して勉強勉強。私は 31E の大島ニーナです、うんうん、読者モデルだった私はこの体が資本。怪我だけはしないよう頑張ります。以上です。もう一度引けません。はい、買わないと引けない。一回だけ無料で引けるんだ。椅子に進化した。また大島椅子図。これかぶります。うん、とりあえずガチャはこれで終わりです。ミッションがあるみたいですね。とりあえず今持ってるキャラはご覧の通り。ってことは舞台、これね、おすすめ、とりあえず最初はおすすめ編成やっときましょうか。これで SS が2人、大島ニーナと琵琶湖が入ります。え、分からん。スタイル別に変えられるわけじゃない。
例えば SS 持ってる白虎とか、このも読者モデルは、読者モデルって何ができるんだ。この 6S ってなんだ。設定もありますね。ゲーム設定、モバイル標準大画面、金を買うやつ。とりあえず舞台を買ったんで、アイテム持ってない。イベントもやってるみたいですね。660だから全然足りない。起きろよ。曲がりなりにも体調だろ。揺すっても全然起きない。おっぱい揉んでも起きないやる人いる。なんでちょっとセクハラしてんだよ。朝からどうしたんですか。奇跡だ。褒めたたえよう。その帽子すごい。起きない。おいおい、こいつのせいで遅刻して。確かに良くないよな。連帯責任やぞ。そうね、どうしよう。そのまま持っていくとか。おい泉、親友やったらなんか起こそう方思いつくやろ。親友なんかじゃねえし。でもまあこれぐらいしかねえなってのは思いつく。あ、とりあえずみんなは耐えるよ。すぐに。え、何が始まるの。よし、目覚めたな。目覚めた。何だったの。ミミカー。こいつの好きな音楽流してハイにしてやっただけだ。まさか毎朝こんなんが続くんやないやろな。せやったら部屋変えてほしいわ。え、何かあったか。とりあえずお前が没収した。寝てたのにできるわけないだろ、バカか。次は問答無用で寝坊させてやるよ。なんだよ、カッチーンと来ましたみたいな顔して。カッチーンと来たんだよ。そんなことより朝食食いに行こうぜ、腹減った。その前に天子だろう。本当になぜお前が隊長に任命された。確かに。天候を開始してください。1 2 3 4 5。比べる。6
問題ありません。はい、ことがいる。なお今後点呼の時は隊長が最後に総員6名、現在員6名、欠員ありませんと言ってください。ふーん、ふーん、じゃあありません。本当や。じゃないよ。でもありません。わかりやした、わかりやした。でもありません。はい、よろしいです。軍隊は大きい部隊になると数十名、数百名になることもあります、うん、いない人をいると勘違いしたまま戦闘に向かえば少ない戦力で立ち向かうことになります。ですので常に今何人いるかを確認するために点呼は重要です。集合時には怠らないようにしてください、うん、怠りてー。今なんと、いや何もあれへん。では自室の清掃後、6630までにカフェテリアに集合してください。清掃も大事。清掃ってなんだよ。サッシの隙間を指でなぞってホコリが溜まってるか確認すればいいのか。姑か、はたき持ってはたくんだよ。ルンバ的な機械が空中飛んでやってくれるさ。残念ながらそこまで技術は進んでいないわ。間に受けるなよ。まだあいつら飛ばねえの？本気で聞いてた。じゃああのセラフって武器使って吹っ飛ばしたら早くね。一掃はされるが部屋自体がなくなるわ。んだよ、面倒な暮らしだな。ミミカいつまでミミカってなってんだよ。掃除はこれくらいでいいだろう。で、次はどこだっけ。なんか眠そうだな。大丈夫か。さっさとカフェテリアに行こうぜ。先にメイン通りに出てるからすぐ来いよ。おっと、こっちじゃないの。誰だも座ってんの。今日の予定は聞いているか。あんだい、また厄介事なのかい。最近そんなのばっかだね。うん、おっと、こっちじゃないの。こっち、今矢印が出たんでこっちですね。来たか。遠いんだ。カフェテリアはここから学者に行く途中にあるぞ。迷うなよ。いや、伏線しかないんだ。先日の戦闘でいましたよ。何がですの。盾使いです。気になりますわね。どこまで行ってんの。カフェテリアに向かうんだった。食はバイキングじゃないんだな。デザートもないじゃん。朝からデザートはいらんだろう。甘いものを食べたいお年頃なんだよ。みかんあるじゃん。そんな年寄り臭いもんじゃなくてさ。だったら飲んだよ。まず答える前に頭の中で考えよう、うん、え、カレー味の羊羹好きだな。カレー味の羊羹ありそうだけど嫌だわ。きっと美味しいよ。一人でチャンネル作って試してくれ。自分ら何話しとるの。意味が分かりません。二人だけの世界、仲がいいのね。ちげえよ。
とっとと食おうぜ。いただきます。司令官から集合命令が届いています。朝食後 31A クラスに集合してください。うん。おい、ちょいちょい現れるお前。私ですか？お前以外に誰がいる？これからもちょいちょい現れるなら名前ぐらい名乗っておけよ。士官の七瀬七海と申します。いい名前持ってんじゃないか。これからは七海と呼ぶことにするよ。はあ、行ってよし。はい。ま、こいつに聞いたらええんちゃうか？そうね。そうか。なあ、聞きたいことがあるんだ、ナナミ。はい。どうしてここには男がいないんだ？まずこれだな。本当の声を聞かせておくれよ。なんでちょっと歌詞みたいなんだよ。基地ごとに男女が分かれているからです。本当？なんや、しょうもな。別れとるだけかいな。ほっとしましたね。ということはこの軍相当大きいということになるわね。想像もつかないわ。想像ぐらいしろよ、立場的に。では失礼します。ごちそうさまでしたっと。さて次はこっちか。こっちじゃない？おい、かやもり、こっちだよ。え、一服してから行こうと思って。なんだよお前、喫煙者だったのかよ。なんかショックだ。え、シガレットチョコだけど。ただの食後のデザートかよ。そんなもんは後で食べなさい。チェー、はーい。さて次は学者だっけ。学者ってこっちかな。うわ、勝手にベッドに。あ、ヘリナ、一部隊に一機ってことやろ。いつになったら専用機もらえるんやろな。ここかな。なんかいる。おい、学者はここだ。入ろうぜ。おい、あ、これ止められるのか。じゃあもう行くしかない。ん、右か。昨日は疲れました。まだといつか破綻しますね。なんだろう。早く新人が使えるようになってほしいですね。人間が少ない。月城さん、え、寝てます。また逆に進んじゃ。とりあえずこっちに行くしかないと。先に入れよ、舞台教室に入ろう。さあ、舞台長入ります。揃ったようね。まずはあなたたちが立ち向かう敵について知っている限りのことを教えておきます。うん。手短に頼む。なぜ？しょんべんちびりそうなんだ。言っておけよ。では要点だけ説明します。そんな要求が通った。キャンサーは非常に高い再生力を持っている。我々が感知できない高次元からエネルギーの供給を行っている説が有力とされているが、知能は地球上でいうところの下等生物なり。本当かな。本能に従い我々知的生命体を動物的に捕食するの、うん、ただ繰り出される攻撃に関してはやはり高次元から得られるエネルギーが使われているとされている。攻撃マシーンか。その時役立つのがセラフの防衛機能。我々はデフレクタと呼んでいます。デフレクタはキャンサーの攻撃の方向をそらしダメージを軽減、
または無効化してくれる。ただデフレクタは一定量のダメージを受けると消失、うん、その状態で攻撃を受けたらひとたびバリアみたいなもんか。そんな参加機は、うん、体力は減ります。ランキングが怖いよ。決まってるじゃん。どういう状態だよ。ムードのソロだよ。いや、地平線に向かって走っていくだけだから地は連想されないだろ。なのでデフレクタが消失したら即退避。これは厳命よ。多分体力は減っちゃうからな。またセラフの召喚によって身体能力は飛躍的に向上するわ。訓練も受けていないあなたたちが戦線で戦えるのはその恩恵があってこそよ。でもメリットばかりではないわ。え？セラフを使い続けていると鼻血が出ます。そのまま戦い続けると死にます。一晩寝れば回復するので。ってことはこっちの制約もあるのか。即時撤退しなさい。そしてあなたたちが守るべき人類について、うん、各地にドームと呼ばれる拠点を作り、キャンサーから隠れて生活している。人口いないんだよな。キャンサーはその外角から発せられる波長のようなもので敵味方を判別しているとされている。だからキャンサーの外角を利用した防壁を周囲に張り巡らせることでキャンサーから気づかれにくくしているわ。ただドームも絶対に安全とは言えない。セラフ部隊が出動してドームを守ることも大切な任務。ただしドームの人たちとあなたたちセラフ部隊が交流することは禁止されているわ。違反すれば軍法により厳しく罰せられる。なんで交流しちゃいけないの？まずセラフは危険な武器であることを分かってちょうだい。制御を誤り暴走させてしまったとき彼らの命を奪いかねない。説明は以上。理解できたわ。まったくでしょうね。詳しいことは資料室で確認できるから自由時間に自習しておくように。次に通信方法について説明します。電子軍人手帳はもう知ってるわね。うん、ああ電帳ね。完全防水加工がされてるんだったよな。そう、その電子軍人手帳には通信機能も付加されているの。それも覚えておいて。あなたたちが作戦行動やコミュニケーションで相互に連絡を取れる機能が内包されている。セラフ隊員はリンネと呼んでいるわ。リンネ、リングインテルサットニューロンネットワークエボリューショナリーの頭文字を取って名付けられた。だっけか。正解。そして今は失われた技術の名前でもあるわ。ってことは残されたものをだましだまし使っている。使い方は簡単よ。電子軍人手帳でアプリ越しに文字情報をやり取りするだけ。ストリーミングや音声通話にも対応しているわ。そんなもんなくてもうちのサイキックで直接脳に声送ったるわ。怖えからやめてくれ。要は SNS だろ。使えりゃ何でもいいよ。作戦行動中の指示は電子軍人手帳の通信機能を介して無線で行います、うんうんうん、常に通信を受けられる状態にしておきなさい。ただし基地内はアンテナがあるから問題ない。外に出たらそうはいかないわ。一部のキャンサーが妨害電波を発しているせいで昔みたいにどこでも通信がつながるわけじゃない。なんと。なので通信状況を意識しながら行動するように。そうだった。あとたとえ基地内であっても通信に使うエネルギーはとても貴重よ。肉体労働使用に使ったら肉体労働で返してもらうからそのつもりでいなさい。強制労働は嫌です。そうだ、反対反対。使用で使いまくらなければ大丈夫だろう。あまり使わないのも作戦に支障をきたしそうだがな。実際の利用方法の説明は、また七瀬さん、よろしく。はい、皆さんの電子軍人手帳のここを開いてください。セーブ量多そうだな、彼女。うん、以上で説明を。続いて今後のカリキュラムを説明するが、最初の1週間はエミュレーター施設、通称アリーナでの仮想訓練。これで戦闘に慣れてもらう。2週目は実際にキャンサーとの戦闘を経験してもらい、うん、実戦投入に備える。もしかしてめっちゃ大変じゃない？ええ、死ぬ気で取り組むように。ずっと適当に生きてきたのに。
頑張ってもらわないと人類が滅びます。ついに本気を出す時が来たか。うちもや、こりゃ燃えるで。さらにもう一つ、茅森部隊長、あなたにはプロフェッサー制度の任命権があることを説明しておくわ。あなたたち 31A の部隊レベルを強化するための制度、他の部隊の隊員に支援を要請し、一時的に戦闘に参加してもらうことで戦闘ノウハウを享受してもらう。お互いの戦闘技術や経験の享受はセラフ部隊の生命線、いえ人類の生命線とも言える。よってこの制度は何よりも優先されるわ。支援を要請されたセラフ隊員は断ることを許された。逆に優先されるのは、教わりたい人に確実に教えてもらえるってことね。茅森さん、あなたがこう言えば相手はあなたに手を貸してくれる。 31A 部隊長の権限において誰それをプロフェッサーとして招聘する。つまりそういえば相手は嫌がろうが私の意のままってことだな。言い方が不穏すぎるだろう。逆にあなたたちも他の部隊長からそう言われたら従わなければならないわ。肝に銘じてちょうだい。そんな、働いたら負けだと思っていたのに。ニートか、元艦長なら必死こいて働けよ。この制度があることは忘れないよ。本日午後は戦闘訓練となるから、昼食を済ませたらアリーナに集合して。アリーナの場所は七瀬さんに聞いて。よし、昼ご飯の時間だ。まずトイレに行けよ。ちびりそうだったんだろ。引っ込んだ。引っ込むか。お待ちかねのランチタイム。え、どうやって行くんだ。こっちの部屋も別の舞台なのかな。どんなメンバーがいるんだろう。なんだこの人だかりは。もしや購買部なのか。今日は買うのやめとこう。行き止まりだ。誰かをランチに誘う。中を深める。そう、じゃあこれピザか。確かに一緒に食べられるね。え、シェアするの。え、一人で食べるの。そのつもりだったのだけど。一枚。うん。サラダとかは。それだけだけど。じゃあ私もそうすっつって。見た目すごくシンプルなピザだね、うん、最もポピュラーなマルゲリータだけど、ルカさんは食べたことないの。私がよく食べてたのは照り焼きチキンとか炭火焼きビーフやカルビが乗ったピザ。肉好きなのね。だって元気の源じゃん。じゃあこれはお口に合わないかな。食べてみる。いただきます。シンプルなだけに生地とチーズの味がしっかり楽しめる。うまい。だったらよかった。いただきます。なかなか。しかもそれを一人で一枚食べるというこの背徳感もいい。
ハッシュドポテトもつけたらよかったかも。それはさらに背徳感が増していいね。今度やってみよっと。めっちゃ仲が深まった。そうね。これどこまでやろう。悩むな。午後はアリーナに集合だったな。眠。準備を整えておきましょう言うけど、そんなにいないよな。医師はもうないんで、転生ってなんだ。あとなんかイベントもあったみたいだよな。とはいえ11月30日までだから間に合わんな。まあ何だろう。あ、とりあえず今回ここで終わりとしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。そしてよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ヘブンバーズレッド、プレイしてきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。